さあこれはレフトへの当たり、飛び込んで掴んでいます西川、ファインプレーが出ました。今日ホームランを放っている西川、守備でも見せました。そして長谷川はちょっと1本ヒットを損したかなという、そんな当たりになってしまいました。